今回の白長谷氏がでございます。みんなを不幸にするもの、それはスピリチュアル。はい、こんにちは、占い師ケンケンです。本日もケンケン TV やっていきたいと思います。今日もジャニーズ特集1週間中ですから、一人の人物についてやっていくんですが、今回の方は皆様からマカロンや動画コメントでのリクエストをいただくまで全然知らない人物でした。しかしながら僕が知らなかっただけで、実はジャニーズの件に大きく関わっている、裏で暗躍しているという表現がぴったりの人間です。ジャニー氏、メリー氏、そしてジュリー氏の他にまだボス的な人物がおったんだとちょっとびっくりしています。皆様からいただいておりますマカロンを先に読んでいきましょう。ケンケン先生、一大事、緊急事態です。サナエとリコの最新動画で、元ジャニー副社長の白長氏の真実が、悪魔に魂を売るところがジャニーに買われたと豊川城の大将追い込み、もう闇すぎる、まさか性的虐待に関わっていたのか、ぜひ感想学で暴いてやってください。でもどれだけ闇かわからんから、危険だったら絶対やめて、先生のおかげで勇気出して発言してます。そしてかなり擁護派オタにパンチ食らってます。次、ケンケン先生、白長谷すぐるってわかりますか？ジャニーズ事件ですが、ジャニー北川が一番の悪だということは認識していますが、この白長谷すぐるも相当な悪だと思います。あまり綺麗な写真はありませんが、感想学動画をリクエストします。次、ジャニーズの一件、裏で絵を描いているのは白長谷ジャニーズ副社長という動画を見ました。白長谷ジャニーズ副社長の感想枠をやってください。よろしくお願いいたします。マカロンはこれくらいにして、たまには動画コメント欄でいただいておりましたリクエストも読んでいきましょう。経営トップ2と長年経営陣として働いていた人がいたのに、その人を出さずにタレントを出してきたことが真っ黒クロスケであることを証明している。そしてこのレスで、名前は白長谷でも中身は真っ黒と書かれています。次、個人的にはキーマンは白長谷さんって方かなって思うけど、ネットニュースにもなってますし、退任されたようですね。そして最後もう1コメント、白長谷氏不在の会見はまるでビッグモーター兼重浩一氏みたいでした。はい、という書き込みでした。マカロンとコメントをくれた皆様、また同じ内容の投稿をしてくださいました皆様、ありがとうございます。すごいかっこいい名字ですね。僕は皆様から今回の問い合わせリクエストをいただくまで全くこの方は存じ上げませんでした。しかしマカロンやコメントを読んでいきますと、すごく重要人物なのですね。どうやらどこかに逃げたようですが、せっかくですから動画にしておきましょう。それでは本日の項目です。項目1、白長谷すぐる氏逃亡。項目2、白長谷すぐる氏はどんな人物か。項目3、白長谷すぐる氏を感想学で見る。項目4、逃げ毒化の4項目でいきましょう。よろしくお願いします。ではまず項目1、白長谷すぐる氏逃亡です。全く知らない人物でしたが、調べてみましたら、マカロンやコメントでも書いてありましたように、ヤフーニュースにもきっちりなっておりました。エンカウント様の記事を引用させていただきます。ジャニーズを去った白長谷すぐる氏、最後までメディアコントロールを試みたクレームの内容というタイトルでございます。ジャニーズ事務所が7日に都内で会見を開きまして、5日付で藤島ジュリー景子氏の代表取締役辞任、俳優東山紀之氏の新社長就任、白長谷すぐる代表取締役副社長の辞任が発表されました。白長谷氏は41年にわたりまして同事務所の宣伝担当でメディア側と関わってきましたが、会見場にその姿はありませんでした。事務所の二大権力でした故ジャニー北川氏、故メリー北川氏を崇拝してきましたジャニーズを最も知る人物と言われております。表舞台には出ず、メディアコントロールを続けてきました。通信手段は電話のみだそうです。記者は先日白長谷氏からあるクレームを受けました。それは受け入れがたいものでした。8月29日午後7時47分、私のスマートフォンに白長谷氏ジャニーズの表示が出ました。応答を押しますと、白長谷氏はこう切り出しました。発表していないことを書かないでよ、そっちにもコメントを送ってるんだからと言いました。クレームの理由は、その1時間前にエンカウントが配信しました記事で、ジャニーズ事務所の会見は9月上旬を予定と記したことでした。当日外部専門家によります再発防止特別チームが出しました提言を受けまして、事務所が発表しましたコメントを元にした記事でした。それに独自情報を加えましたことが気に入らなかったようです。こういうことを出されるとざわざわするのよ、やめてくださいと白長谷氏は語りました。おそらく他媒体からの問い合わせが相次いだからなのでしょう。約5分間のやり取り後、私が受け入れないことを悟りますと、白長谷氏は分かりました、任せますよと諦めました。その後私が、白長谷さん退任されますよねと掴んでいた情報をぶつけますと、は、人の人生を勝手に決めないでよとはぐらかしました。白長谷氏とは私がスポーツ紙で駆け出し記者でした30年前からの付き合いでした。当時のジャニーズ事務所は今ほどのパワーはなく、
こうしたコントロールの試みもありませんでした。白橋氏の記憶力は抜群でして、一度会った人物の顔と名前は忘れません。私は芸能担当を終えた後、スポーツ担当の道を長く歩んできましたが、2009年に芸能デスクとして再開しますと、久しぶり柳田さん、またよろしくね、と声をかけてきました。その頃はスマップが全盛でした。ジャニーズブランドのパワーは凄まじいものになっておりました。白瀬氏はジャニーズで紙面スペースを食い合わないように、紙面に乗るには1日1組と決めていました。そしてテレビ、映画、舞台制作発表などの日程を自社都合でコントロールしており、主催者側はそれに従い、他事務所が調整に動く状態でした。スポーツ紙を優遇していましたのはジャニー氏、メリー氏の意向からでした。タレントが騒動を起こしました際は、スポーツ紙の担当記者だけで囲み取材をし、テレビの情報番組がその紙面を紹介します構図もありました。タレントのインタビューも優先的にしてきました。紙面を決定しますとデスクとしてはありがたかったのです。そして白橋氏は、私にこの前〇〇のインタビューを設定したんだから、今日の〇〇が出たイベントはラージラージ大きくでね、よろしくと言ってきました。そんな日々でした。私はその後別部署の管理職を経てローカルテレビ局に転職しました。白橋氏とはキャスティングなどでやり取りを続けましたが、2021年9月に今の会社に転職し、エンカウントに関わり始めてからは距離ができていました。理由は白橋氏がウェブ媒体に壁を作っていたからです。再開しました際も一旦は目をそらされました。インタビュー、ライブ取材はできない環境になり、時代は変わりました。ウェブ媒体もテレビ、新聞と同じ場に立たせてくださいと言っても受け入れてはくれませんでした。理由は白瀬氏がジャニー氏、メリー氏のマインドを固くなに守っていたからだったと感じています。事務所の二大権力はネットニュースが当たり前になりました。2010年代もネットでの写真使用を禁じていました。結果、主演でもジャニーズタレントが入っていないキャストの集合写真がネットに載っていました。理由は肖像権の保全でしたが、新聞紙面では写真は使いたい放題で、二次使用も可能でした紙を大事にしている証です。その後ジャニーズは1イベントにつきウェブで写真使用は3枚まで、二次使用は禁止のルールを作りました。ですがこんな規制を敷く事務所はどこにもありません。私はこのジャニーズルールについても前時代的で早く撤退すべきですと訴えてきましたが、周囲は白瀬さんがと顔を曇らせていました。そしてこのルールは8日時点で変更されていません。事務所の不利益を避けるべく、白瀬氏は性加害問題を知らない噂話と認めてきませんでした。5月20日、元フォーリブス折茂正雄氏がジャニーズの現役 OB を変な目で見ないでほしいと訴えました記事がエンカウントから配信されますと、距離を取っていました私に連絡をしてきました。折茂さんのおっしゃる通りですし、同じように願っています。わしも性加害の噂は聞いていたけど信じてはいなかった、本当に知らないんですよと話しましたが、二大権力の近くにいて知らないだけでは納得できません。会見でも白瀬氏はなぜここにいないのか、説明責任があるはずの質問が出ましたが、東山氏は退任してるからですと釈明し、白瀬さんは前の世代、時代とともに進化していかなければと付け加えました。退任しました白瀬氏は二度と現場に来ることもないでしょう。ですが今何を思っているのかは気になります。性被害に遭って傷ついて夢破れた少年たちへの思いはないのでしょうか。都合の悪いメリーを出禁にして利害関係のありますテレビ、スポーツ紙を優遇していましたことがマスメディアの沈黙の一因になったことをどう思うのでしょうか。もし悔いていることがあるのなら今からでも会見して話してほしいです。心からそう願っています。はい、という記事でしたが、まあ知らないはずはありませんよね。ガッチガチに全てを知っているでしょう。逆にそんな立場で白を切り通せるはずもありませんから、そそくさと逃げたのでしょう。それでは次の項目です。占いバスターズ項目に、白橋すぐる氏はどんな人物かです。今回のこのジャニーズ関連動画を作るまでは、冒頭でも話しましたように名前すら聞いたことがない人物でした。副社長ですからジャニーズに詳しい人たちには有名かもしれませんが、僕は特に興味がない分野でしたから、白橋氏に関しましては全くデータがありませんから、この項目ではどんな人だったのかを見ていきましょう。白橋すぐる氏は2019年9月27日から現在までジャニーズ事務所の副社長を務めていました。プロフィール情報に関してましては、名前と職業ぐらいしか正確な情報はネット上にありませんでした。詳細な年齢も公表されていませんでしたが、報道にて70代前半とされていました。また出身地も正式には公表されておりませんが、石川県か京都府ではないかといった情報が見つかりました。もともとジャニーズ事務所に来る前は大手芸能事務所渡辺プロで働いており、相当仕事ができる人物だったそうで、その働きっぷりを見ましたジャニー北川氏本人がヘッドハンティングをしてジャニーズ事務所に引き抜いたという話です。
白橋氏はジャニーズ事務所におきましてマネージャー業もされていたそうで、担当しておりましたタレントは豊川城氏、郷ひろみ氏、田原俊彦氏、キンキキッズとそうそうたる顔ぶれでございます。当時はジャニー北川氏がプロデューサー、メリー北川氏が経営面、そして白橋氏は広報としてきっちり分業をされていたそうです。とある記者の話によりますと、良い話、悪い話を含めて事務所に最大限の利益をもたらすためにマスコミと交渉を行っていた敏腕名物広報マンですという評価をされています。交渉術に長けているようでして、所属タレントのスキャンダル記事を小さくしてもらう代わりに独占インタビュー記事の企画を提示するなどの取引も行っていたようですが、白橋氏がノーと言えばどのメディアも一切取り扱うことはできなかったそうです。白橋氏に逆らいますとジャニーズ事務所との関係が悪くなりますから、それを恐れるあまり全て言いなりになっていたそうです。また白橋氏にはお姉疑惑がずっとささやかれています。というのもマスコミ相手の口調が独特のお姉口調でよろしくねと喋っていたそうです。しかしながら私生活では1983年頃に神戸市出身の一般人女性と結婚して子供が誕生、その後離婚もしているという情報もありましたので、どれが本当の情報か分かっていません。結婚の情報が嘘なのか本当なのか、お姉疑惑の真偽も分かっていませんが、一部の噂では白橋氏もゲイでジャニー北川氏の性加害に加わっていたのではないか、だからこそ今回ジャニーズ事務所を辞めて会見にも出なかったのではという疑惑も浮上しておりました。確かに今回トラブル後も社長であった藤島ジュリー景子氏は退任はせずに会社にはきっちり残っています。それなのに白橋氏だけはすぐに辞めていったというのは、会社に残っていることでジャニーズ事務所に不利益なことがあったからではと考えてもおかしくはありませんね。それでは次の項目です。項目3、白橋卓氏を感想枠で見るです。では感想枠に移る前に注意点だけ先にさらった話をおきますね。僕は白橋卓氏に会ったこともありませんし、実物の本人を見たこともございません。それゆえ普段僕が直接会って宣伝する人間のよくてせいぜい7から8割くらいの角度に思っててください。写真や動画のみから面相を判断しますので、通常感想枠と異なりかなり信憑性が下がってしまうことだけはご了承ください。また画面に映っている1枚のみではなく、ネットに落ちている画像動画を数多く見てきています。では僕はワイプに移動します。ただ今回写真があんまりなかったんですよね。それだけが懸念点です。記者会見に出てくれていればバッチリ見れましたが、そこだけが残念です。まともに見られる画像がこの1枚しかありませんでしたから、今までの経験則でやっていくしかないんですが、実はかなり特徴的ではありますから、多分こうだろうと想像してやっていける顔です。こんなのやこんなの、この会見時の違う角度の顔などもありましたから、何もないたった1枚の写真で見るよりは随分マシですけどね。またつい先日動画をアップしました。カウアン岡本氏の動画でも話しましたが、得意な顔、不得意な顔ありまして、白橋氏は実は結構いけるなと自信あり側のおフェイスですから、まだ助かりました。適当に言うのもダメですし、全くわからないというのもダメですから、まだこういう系統の顔で正直僕は助かりましたね。では行きましょう。顔自体は悪くないです。男性ですからね。しかし少し痩せ顔で、張っていてもいいところも張っていませんから、頭はいいですが頭脳明晰という高評価のワードよりは小ずるい、ずる賢いといった方面ですね。額は見えないですから生え際と共にパスしますが、おそらくはそんなに強ではないでしょう。髪の毛は怪しいですね。毛量と髪型が変ですから、ラーズーの可能性高しとだけ言っておきましょう。眉も悪くありません。片方しか完璧に見えていないので、このあたりは今までの経験でいくんですが、01タイプ、ビジネス面では喫走、インドや三婚、電卓のレイアウトもメガネがありますから完璧には読み取れませんが、少しだけ強でしょう。ただ最もわかるのは目そのものです。こちらも先ほどのパーツと合わせを見しますと、ド入りのメガネで目が小さくなっているのもわかるんですが、競争です。逸脱した考えの持ち主、アイデアマンとプラス方面でリーディングすることもありますが、白橋氏は顔と合わせましても全くそうは思えません。卑怯、狡猾、こういうことを言うと怒られるかもしれませんが、犯罪者で多い目なんです。かつ画算、類動も一緒に大きくマイナスでございます。ここは表現しづらいんですが、そんなにパーツの位置、目そのもの、レイアウト、中底を丸ごと一辺に見ると非常に悪く見えます。鼻は平層、耳はわからないからスルーしますが、ここからが白瀬氏の真骨頂です。中底も悪かったのですが、人中と人中の両側、食禄というんですが、ここの肉付きまたは口元の貧しさを読みますと大競争でございます。これも犯罪者に多いんですよね。だから僕はこの項目の最初に得意な顔ですと申し上げました。ただ僕の感想枠は全く当たっていません。だってこの白橋さんはジャニーズ事務所の副社長、平たく言うならば大きな会社の役員です。大成功者ですよね。でも僕はその事前情報がなく、白橋さんの顔写真を出されて、この人の職業は何でしょうか
何をした人でしょうかとクイズを出されましたら、まあ犯罪者、おそらくは寸借詐欺とかマルチの詐欺とか小ずるいタイプ、殺人とかそっち方面ではないものの経済事件の犯人と答えたでしょうね。しかも自信満々で、2個目も答えさせていただけるのであれば性犯罪者と回答したはずです。どっちにしても犯罪者と答えてますからね。今回は本当に面相と職業が合っていない、とてもじゃないけども大会社副社長には見えません。ただもし全項目で語りましたように彼もジャニー喜多川氏と一緒に性加害に関わっていたとしたならば、僕のリーディングもまんざら間違いじゃない可能性も出てきますね。それでは最後の項目です。項目4、逃げ毒化です。今までのジャニーズの会見などを見ておりますと、ジュリー氏を含めまして皆残留する方になっています。しかしなぜかこの中核を担っておりました白波瀬氏だけさっさと一番先に逃げ出しました。ということは大きな闇を知っていたのか、関わっていたのか、ネットで噂されていますように黒幕なのかもしれません。全項目の感想額でも画像や動画が少なかったので不確定ではありますが、最近ずっと感想額の動画などを作ってきた中で確実に一つだけ言える真実があります。ジャニー喜多川氏、ジュリー氏、東山氏にスマップなどジャニーズ関係者の動画を作ってきましたが、大きく競争の方たちもいましたが、はっきり言って今回の白波瀬氏がダントツ一番の競争でございます。ここだけは間違いありません。ただこれを勘違いしてほしくないのは、面相が悪いからといって中身も比例して悪い、必ず犯罪者であるということではありません。それはいくらなんでもジャニー喜多川氏がやってきた悪事を超える人間、ジャニーズ事務所内どころか近年の日本でもいないでしょう。正味ね、たった一人の未成年の少年を襲っただけでも逮捕されます。それを60年間人によっては1万人以上性的虐待をしたのではないかと語っている方もいますから、悪人度で言いますと日本の歴史上ジャニー喜多川氏が一番かもしれませんね。しかし面相というジャンルのみで言うのならば、本日の白波瀬氏は半端じゃない悪人層です。ジャニー喜多川氏とは競争のジャンルは違いますけどね。もちろん感想枠のみではなく、白波瀬氏に囁かれております数々の噂、そしていち早く逃亡しました事実など、様々な証拠を組み合わせますと、ひょっとしますととんでもない、まだ世に出ていない何か情報が隠されているのかもしれませんね。ジャニー喜多川氏も死んだ後いろいろと発覚しましたから、白波瀬氏本人もギリギリのところで逃げ切った政府と今胸を撫で下ろしているかもしれませんが、ここから誰かの告発によって白日のもとにさらされるかもしれませんから、僕たちも待っておきましょう。性的虐待かお金面なのかお薬系か、あとは893反社などとの関係性と、どれが出てくるか分かりません。何も出てこなければ白波瀬氏のエスケープ勝利ですけどね。作戦通りに行くんでしょうか。はい、ということで今日は白波瀬氏の感想枠をやらせていただきました。本日もありがとうございました。ケンケン TV では皆様からの動画のリクエストをお待ちしております。また Twitter や Instagram もやっておりますので、よろしければ動画の高評価、チャンネル登録、 SNS のフォローもお願いします。今年から占いや霊感商法で騙された人のために返金を支援します。占いバスターズも開設しましたので、お困りの方は相談料、着手金すべて無料ですから、気軽にお問い合わせください。パワーストーンはただの石。ご視聴ありがとうございました。